藤正久議員。人権問題は国賓待遇と別にして考えるべき。ガネットで話題。内容はこちら。佐藤正久議員が国会で国賓待遇について追及したようです。では、佐藤正久議員の発言を見てみましょう。佐藤正久。香港情勢に米英仏独が非難声明を出してる中で日本が出さないのは習近平に遠慮してるからでは。人権問題は国賓待遇と別にして考えるべき。中国による食品の輸入規制、尖閣、人権問題、日本人拘束がある中で国賓を呼ぶことに国民はもろ手を挙げ賛成してない。佐藤議員、よくぞ言ってくださりました。その通りです。習近平に遠慮することなく人権問題と国賓待遇は別にして考えるべきです。そうしなければ日本は世界から懐疑の目を向けられかねません。では次にネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。佐藤議員さすがです。このように国益のために働いてくれる国会議員に選挙で一票を入れなければならない。これでこそ私自身も一票を投じた価値があるというもの。これこそ真の政治家の発言です。特定野党は佐藤議員の発言を聞いていましたかい？次はこちら。こういう意見こそ評価すること。桜でギャーギャーわめき散らすメディアと野党など馬鹿らしくてどうにもならない。おっしゃる通りです。桜を見る会で騒ぐ野党とマスコミのレベルの低さに呆れてしまいます。次はこちら。野党、今は桜で。こんな野党もう誰も支持しないのではないのですか？次はこちら。野党もこの件で問い詰めれば安倍政権倒すのも夢じゃないのにね。まあ絶対にやらないだろうけど。今回の佐藤議員のような発言をするのが野党の仕事でしょ。あなたたちはマスコミと結託して一体何をやっているのですか？最後はこちら。これ与野党問わずこれを言ってほしかったんです。日本国民はこの発言を待っていたのです。政治には裏があるのだと思いますが、人権問題については他国同様非難声明を出すべきだと思います。結論、佐藤議員の今回の突っ込んだ発言を見ていると野党って国政の邪魔をしているんだなぁと改めて自覚してしまいます。野党も今回の佐藤議員のような発言で与党を追及すればまだ支持率も上がると思いますが、何せ桜を見る会ですからね。このままだと野党不要論の声がもっと大きくなるのではないでしょうか。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひこの機会にチャンネル登録のほどどうぞよろしくお願いいたします。